五右衛門だよ。五右衛門は若者に人気ですから。マジで、うん、また都会の五右衛門に来たね。渋谷のスペイン坂ですよ。やってる2人でカウンターでもいいんじゃない。いや、カップル席カップル席なんですね。あ、でも大丈夫です大丈夫です。こちらも決まりになりましたらお呼びください。久しぶりですね、寿司以来。たけちゃん、レディースセットでしょ。じゃあ、私そうするすごいね、長いね。ナスとモッツァレラチーズのミートソース&タラコとカマムシをステーキ今の強風出しでしたね。いい声、長くない？いや、ハーフ&ハーフだったんですよ。じゃあ、これを五右衛門風に言う。これを五右衛門風に言うんですか。だから、はい、ナスとブカドのトマトソースアンドジャンケンジャンケン。マジっすか俺は本当に嫌ですけど嫌だな、これ絶対当たりたくない最初ハーフ&ハーフから選んで長いから題名が長いやつ。やーべー、めっちゃダセーじゃん、五右衛門風楽しい女子しかいないし、今よかった、取ってて、これ負けたっけね、じゃんけん。はい、まあそうですね、男をグッと目を見せてやるしかないし。いやこういう時俺持ってんだよな。決まった。はい、決まりました。どれ長い。お願いします。あ、お願いします。じゃあ先に言おう。あっしーあっしーあ、定番ロングセラー言わずと知れた看板商品、あ、カンベールチーズと、あ、カリカリベーコンのカルボナーラ&エビとアボカドのあっジェノベーゼお一つハーフ&ハーフの C で大丈夫ですか。あ、はい、すみません。はい、はい、いいですか。もう、アイスコーヒーはいとおいや、エビとと冬野菜尽くしの欲張りスパゲッティ、はいはい、そういうこと。はい、欲張りで。欲張りで、はい、こちら単品でよろしいですか。はい、いや、やるんかいやるんかいめっちゃやるんかい。でも俺こうやって隠しちゃった。いや、俺のじゃないっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうあっあ、実食。これもう会ったことないっすね。これもしか知らない。じゃあ、いただきます。おいとーいただきます。両手を押す。いただきます。すみません先生、見てる最中にすみません。おすますさんでした。あ、よく言えない。いつもごちそうさまです。ありがとうございます。寿司といい、パスタといい、本当にありがとうございます。何その回ってるから。いやいや、ちょっと強めに言ってる。本当に本当に思ったんです。何のトーク？いつもありがとうございます。こちらです。うわ、めっちゃネギ臭い口。ネギ塩を食べて。
な。ダメっすね。俺にもやって。たけちゃん、電話してきていい？ロビス。ちょっと戻る。はい。あ、五右衛門だけに、おとんずら。ねえ君らも友達だな。